1億数千万年前の恐竜時代から今よみがえった5人の戦士たち。恐竜戦隊ジュレンジャー、7000万年の封印を解かれた魔女バンドーラが地球の侵略を開始した。私は子供が大嫌いなの。これを迎え撃つべく眠りから覚めた恐竜戦隊ジュレンジャーだが、バンドーラの凄まじい魔力の前に戦士たちは苦戦するばかりだった。あれは絶対宇宙人の仕業だよ。宇宙人のくだらん。弥生さんは何かというとすぐ宇宙人、あれは新型兵器だよ。一度に大勢の人間に原曲を見せて攻撃したんだ、この単語なぜ。おっと田村さん、いきなりの暴言、まさにカウンターパンチであります。お前もうるさいの、このトツキアナ。この地球をただの石ころの星にしてやる。何すんだよボーイ、のんびり本なんか読んでる場合かよ。見ろよ、なんとかあいつをやっつける方法を考えなくっちゃダメじゃないか。そんなカリカリすんなよ。もう奪われたシャトルの中には子供たちがいるのよ。地球の平和を守り、魔女バンドーラを倒すことが私たちの義務じゃない。うん、全ての起こりは今から1億7000万年前に遡る。地球は恐竜の時代であったが、実は人間も存在していた。恐竜が進化した古代人類だ。古代人類は5つの部族に分かれ、それぞれ恐竜を守護獣として崇め、文明も栄え平和に暮らしていた。ところが魔女バンドーラが現れ、人類を滅ぼし地球を無の世界にしようと企んだのだ。あの戦いで俺は王である父も母も失った。そして10歳になる妹も激だが、救い主が現れた。それぞれの部族の守護獣たちだ。ついに魔女バンドーラは捕らえられ、守護獣たちの手により惑星ネメシスに追放された。覚えているがいい人間ども、私は必ず戻る。バンドーラ、そこで私たちの祖先はバンドーラが蘇るのを恐れ、5人の戦士を選び長い眠りにつかせた。それが私たちってわけよね。メイ、ゴシ、ゲキ、リーダーはあなたなのよ。頑張りましょう。やる。必ずバンドーラを倒して地球の平和を守ってみせる。
美しんだろ、荒れ果てた大地。この月こそ私の住む場所にふさわしい。それに比べてあの地球はなんて汚いんだろう。あたたたたた、何するのお前は。あ、指か、指じゃない、お前はあっち。あっち、そう、わかった。トットパッド、はい、ブックバック、はい、準備はできたかい。今まだでございます、バンドーラ様。こっちが呪いもんで、はい。いいから早く押し。今度こそ10レンジャーを叩きのめし、あの地球を我が物にするんだから。プリプリカン、プリプリカン、プリプリカン、新しいモンスターまだかい。また邪魔に来た。どかわいい、かわいい。芸術がそんなに早くできてたまいますか。プリプリ、プリプリ、なんだって。さあ、いいか、ちょっと見せ。いい出来じゃないか。さあ、早く押し。わかりましたよ、わかりました。いつもこうなんだ。5人の戦士をおびき出す餌になって地球で死ぬまで。やれ、はい、秒読み開始、5秒前、4、3、2、1、発射。やった、飛んだ。ネメシで行方不明になった我が国のスペースシャトルが地球に戻ってきました。これも不思議なことに小さくなって、あ、コックピットに人影が見えます。少年飛行士の吉村悟君と西田由美子ちゃんではないでしょうか。よし、みんな行くぞ。よし、来い来い、おー、並んでも並んでも。やはり宇宙人の仕業なんでしょうか。おっと、シャトルはすごいスピードで国道1号線を進化し、いや、銀座方向に飛んでいきます。これ以上追跡不能です。乗組員の安否が気遣われます。あらんことを。うわ、元気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 、振り落とせ、落とせ、待て、待て、ここは Yeah!
50、ティラノザウルス。わかった。テラレンジャー。50、ティラノザウルス。
合進。しっかりシャトルを掴んでるんだぞ。オッケー、発射スイッチ入れろ。ああ入れるんだ。ゴーシュ、それじゃダメよ。私たちは10レンジャーよ。あなたたちを助けに来たの。発射スイッチを入れて表に出てくるのよ。ああ、びっくり。早く飛び降りるのよ。えい。ああ、元に戻った。よかったよかった。助かったわね。ダン、シャトルをタイタンの顔面に狙いをつけろ。なるほど、シャトルミサイルか。面白い。ボーイ、よし、わかった。ゲキ、こっちに向けろ。向けるんだ。ゲキ、よし、わかった。よし、今だ。発射、発射。なるほど、シャトル。とどめだ。ゼロストリック50ティラノザウルスと5人の力が合わさり、魔女バンドーラの出鼻はくじかれた。だがこんなことで魔女バンドーラは引き下がるはずがない。戦いは始まったばかりなのだ。頑張れ、恐竜戦隊10レンジャー。水を引くんだ運河、お米作ろう田んぼ、石をぶっつけファイヤー、ご飯できたら万歳、流れ星だと晴れ、行ってみたいな銀河、動きがあれば何でもできる。地球が丸くて青いことを誰だって知っているけど、ずっと昔はわからなかった。神秘の力を持つという伝説の武器を手に入れるため絶望の大地へ向かった5人。しかしそこに待ち受けるバンドーラの罠。今こそ5体の守護獣を呼ぶ時だ。恐竜戦隊10レンジャー、戦え絶望の大地。